はい、白猫プロジェクトです。パイレーツシンフォニアということで、今回ねこちらの新キャラの3人が登場するということで、はい、今回のねガチャ、そう、このねテオドールがちょっとね個人的にめっちゃかっこいいじゃないかとねちょっと思いまして、ね、そう、この褐色の肌、クラウディアちゃん、そう、この子もめちゃくちゃ可愛いと思って、そう、なのでね本当はちょっと回すかどうか悩んだんですけど、いやもうやっぱりちょっとテオドールかっこいいぞと、ちょっとなんかね雪村っぽいよね。なのでねちょっとだけ回したいと思います。はい、私ですか？ということで、クラウディアちゃんかテオドール狙いですね。1番はやっぱテオドールかな。で、2番にクラウディアちゃんで、まあ、レオンもね、ぜひ来てくれたら嬉しいんですけれども。ということで、今回。あ、でもね、今回そんな回さない。つって、結構回すんですけど、ね、気づいたらね。いやでもめっちゃクラウディア欲しいな。だってさ、ほくろあるんだよ。私ですか？いやー。泣きぼくろはちょっとポイント高いでしょ。ということで、今回。できたらね、まあ、30連にとどめたいとは思うんですけど、お願いします。いや、お願い、一発できて。ほんと。いや最近結構回してるからね、そう、ほんと貯めたいんですけど、ね、貯めたいとは思ってるんだけど、なんかやっぱ新しいガチャ来ると引いちゃうんだよな。前回の窓マギとかも、お願いします。一発目で来ないかな。まあ、3人のうち誰かが来てくれたら、はいはい、11連目はちょっと難しいかな。ちなみにね、窓マギコラボはねまだねイベントやってない。まだイベントやってないんですよね。そう、結構期間長いから、そう、後にしようって思ったらね、そう、いやー11連目はまあ何も出ずということで、それではね22連目サクッと行ってみたいと思います。キングスクラウンもね、そう、この前投票やってたけど誰になるのかな、楽しみだなみたいな。お願いします。さあ22連目、パイレーツシンフォニア、お願い。今回なんか歌があるみたいでね。あ、おお、金が多いぞ。期待したいんだけど、金多め。全部3とかやだよ。お願いします。イケメンね、今来るはず、きっと。きこれ、あー、フローリアで、これあんなに金があるのに、なんか、フローリア、はい。それでは33連目。本当はね、ここでやめたいと思ってるんですけど、やめたいと思ってるんだけど、お願いします。さあ、一人は欲しいなぁ。さあ、神引きを見せて。はいはいはい。結構ね、今回金はそこそこ多い気がする。イケメンいますか？ふぅ、クラウディアちゃん、やったー、かわいい。いや、さ、マジで褐色美少女大好きだからね、ほんと褐色美少女はもうほんと正義。ありがとうございます、クラウディアちゃん。2番目狙い、あ、ダンビちゃんね。テオドールないけど、いやでもクラウディアちゃんめっちゃ嬉しい。
わいい、めっちゃかわいいよね。本当にかわいいと思う、南国風のね。ということで、まあ当初の予定通り33年でやめたいなとは思ってたんですけどね。テオドール欲しいけど、やっぱりこれ以上は闇な気がするな。我慢するかな。はい、ガチャからちょっとね数日置きまして、そうなんかね、あのままだったらね、なんか回しちゃいそうだったんで、ちょっとクールダウンをしてね、ちょっと気持ちを落ち着かせてました。はい、まあでもやっぱクラウディアはね来てくれたので、その点ガチャ欲はちょっと薄れてくれたかなって感じですね。まあちょっとクラウディアまだ育ててる途中なんですけれども、これからねちょっとゆっくり育てたいと思います。はい、ありがとうございます。やっぱりね、今後キングスクラウンとか5周年とか来ると思うと、やっぱちょっと石はね残しておきたいって言いながらね毎回引いてるんですけど、いやでもねマジでやっぱりちょっとガッチャはね、やっぱ5周年とかそこらまで抑えとこうって思います。はい、うん。ただやっぱりあのライフォードとか雪村とかディランとかレインとかメルビン来てほしいなとかね、もちろん多いけど、もうそこらが来たらもう全力でもう頑張りたいと思ってるので、うん、そうですねまあやっぱり、まあ、何事にもやっぱ石はね必要なんだなって思いました。まだちょっと全然イベントとかできてないんですけれども、ちょっとねこれからちょっと楽しんでね、楽していきたいと思います。でもやっぱねテオドール欲しかったね。凱旋とかでね、まあ、いずれお迎えできたらなって思います。はい、ということで、ありがとうございました。